中古住宅を解体してみた。ラゲスト抜きの解体第32。こんにちは、 DIY 花さんです。本日はゴマゴマした作業からスタートです。土壁の中に入っていた竹や木材を外していきます。竹は釘で打ち付けてあります。解体していると竹に釘を使っても良いことなどを知れてすごく勉強になります。タイバールは重くて落としそうで怖いですね。肩に引っ掛けて落とさないように慎重に進めます。和室の投げしがむき出しになったので横で切って解体します。ノコの刃が持ち手とうまく噛み合っていないので外に吹っ飛んでいきました。厚みが合ってないのかな。投げ簾というのは和室の上の方にある装飾木材です。昔は耐久性の役割があったらしいけど、最近は賞状とか時計とか何かを引っ掛けて使いますよね。ちなみにこの家は投げしにレゴがたくさん入っていました。和ゴムが踏まないように注意ですね。縦の木が頑丈に固定されていたので外して良いか悩み中。わからなかったので横の抜きだけ外します。最後に少し掃除をして